シェラトントホテル大阪は、大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目にある、高級ホテル。マリオットインターナショナルのグループホテルの一つである。運営は、近鉄グループの近鉄、とホテルズ。1985年10月、上本町駅のターミナル整備計画により、同駅に隣接する21階建ての高層ホテル、とホテル大阪として開業。設計は、 村の統合。その後、カールソンホテルズワールドワイドと提携し、ラディソントホテル大阪と解消。2007年4月1日、スターウッドホテルリゾートのシェラトンブランドの一つのシェラトントホテル大阪として、リニューアルオープン。スイートルーム24室を含む、全575室。18階は、エグゼクティブフロアとなっている。10のレストラン、ラウンジバー、サウナ、 ラケットボールコート、ビジネスセンター、屋上庭園、茶室がある。全客室には高速インターネット回線を完備。国際会議も可能な3000人収容の大宴会場を備える。なお、大宴会場部分など一部は、駅ホーム上にある上本町駐車場及び、ボーリング場、上本町近鉄ボールを改築したものである。この宴会場屋根部分を利用して2009年には、 太陽光発電装置を設置した。B1 回鉄板焼き。松阪は2016年5月22日付で閉店した。ありがとうございます。